どうもラモーンと申します。本日もよろしくお願いいたします。今回も新人選手を作っていきたいと思います。今回作成するのは日ハムファイターズの新人選手を作っていきたいと思います。作成する人数は、全員で7名になっています。ということで早速作っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで全選手作り終えました。こうやって見ると高卒で取ったのが2名かな。うん、7人のうち投手が4名で野手が3名、野手のうち1名は捕手とで、ドラフト1位と2位はどちらも社会人の投手ということですね。で4位の投手も社会人、まあ、社会人の投手を多めに取ってるってことは、まあ、投手の即戦力になれるような補強をしたかったということでしょうかね。うん。高卒は、1名だけか。あとはもう大卒ですね。高卒は3位の1名のみということになります。なるほど。はい。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。次回もまた作成しますので、よろしくお願いします。もしよかったら高評価、チャンネル登録いただけると幸いです。ということで今回はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。さよなら。